こんにちは、ワッキーです。アクションカメラ GoPro シリーズ、新しくヒーロー8が登場しましたけれども、それと同時に発表発売されたのが、本日ご紹介するこちら GoPro Max でございます。今このレンズキャップついてるので外しますけれども、レンズが表裏に2つついております。ということは360度撮影できる VR カメラということですよね。でこの GoPro シリーズの VR カメラ、360度カメラというと GoPro Fusion というものがございました。それの後継機種には当たるんですけれども、パッと見の印象でかなり小さくなっております。それと大きな違いがこちらにございます、液晶画面、横のボタン長押しで電源が入ります。はい、このように液晶画面映ってますね。360度カメラでこのようにモニターできる液晶画面がついているカメラっていうのは今まであったかな、なかったんじゃないですかね。多分初めてだと思います。これによって360度カメラでありつつも一応モニターはできるんですけども、ちょっとそれについては後ほどご紹介します。で GoPro Hero 8と同じで、この GoPro のマウント本体に内蔵されました。これで必要な時にパタンパタンと出して使用するという感じですね。それとフュージョンから大きく変わった点、フュージョンはね、前後のレンズそれぞれをそれぞれのメディア SD カードに記録して、後からスティッチ処理する、その作業がね結構手間で大変だったんですよ。時間もかかった。でも今回この GoPro Max はこの横からパチッと開きますと USB Type-C の充電ポート、それとバッテリー、その横に見えてるのがマイクロ SD カードなんですけれども、これがね一つになりました。マイクロ SD カード一つで360度全部撮影できます。だいぶ取り回しが楽になりましたね。はい、それでは360度で撮影してみましょう。電源今入っておりまして、360度ビデオモードになってます。じゃあこのまま録画スタート、ポチッと。はい、360度モードで撮影しております。ぐるーっと回り込んでも全部映っております。360度の写真も撮ってみましょう。セルフタイマー3秒に設定しました。写真です。ピッ、ではこちらのグリップを使っていろいろ撮影してまいりましょう。360度モードで今手に持って歩いております。解像度は 5.6K、 フレームレートは30フレームパーセックでございます。今の360度カメラとしてはまあ割と普通な解像度、まあその中でも動画としては割と高めなんですかね。まあ、とにかくこの GoPro シリーズは手ブレ補正が優秀で映像も綺麗に撮れますので、割と GoPro Fusion なんかはね、放送局とかで使ってるシーンもよく見かけましたね。ただ後処理が面倒くさかったということで、この MAX になってどれだけ手軽に使えるレベルに来てるのかという感じですかね。じゃあちょっとこの状態で軽く走ってみましょう。ランニングの速さ、今これがランニングの速さで走っております。結構カメラはブレているはずなんですけれども、映像としてはいかがでしょうか。こんな感じで走ってもブレずに撮れているんでしょうか。ほい、
さあでは次にこちらを360度の VR カメラとしてではなくて普通にアクションカメラとして使う使い方、ヒーローモードについてご紹介してまいりましょう。はい、ただいま360度モードになっております。これ画面の左下の部分、地球儀のようなマークになっている時が360度モード。こちらをタップしますとヒーローモードに切り替わります。これで普通の GoPro、 アクションカムとして使用することができます。現在はこの液晶画面の反対側、こっち側のレンズで撮影しておりますので、普通に背面液晶があって撮影しているような、いわゆる GoPro、 アクションカメラと同じようなものですよね。でこちらレンズが2つ前後にありますので、右下のこのマーク、ここをタップしますと、いわゆるインカメラっていうんですかね、手前側のレンズを使用しての撮影になります。まあ、自撮りができるっていうことですよね。これで360度ではなくて前後のレンズを切り替えて使用することができるということでございます。そして今押した2つのボタンの上にもう1個メニューみたいなものが出てると思うんですけども、この2つのボタンは自分でいろいろ設定をカスタマイズして配置することができます。僕の場合は左側のところにカメラの画角の設定です。一番狭い強角が 27mm 相当、次のリニアが 19mm、 そして広角が 16mm、 さらにマックススーパービューが 13mm の画角ですね。このように画角を簡単に切り替えることができます。そして僕が右側に配置したショートカットはマイクの選択メニューになります。この GoPro Max には全部でマイクが6個内蔵されてるんですね。で360度で撮影するときにはその6つのマイクを使った空間音響で録音ができます。でこのヒーローモードに切り替えたときにはこのマイクをいろいろ選べるんですけれども、一番下がレンズを一致ということで、今インカメラの時にはイン側のマイク、アウトカメラに切り替えた時には反対側のマイクが自動的に切り替わるような設定になります。で次にこちらがね、背面のモードっていうのはこの液晶がついてる側です。自撮りをしながら自分の声も録音するような時にはこのモードで使用すると良いでしょう。さらにこれをマイクを背面に設定したままアウトカメラ、普通に前に向けて撮影しているような時、これは街歩きなので進行方向の画面を撮影しながら声はイン側、自分の声をしっかり録音したいというような場合にとても有効です。で次にこちらが前面のマイク、液晶と反対側のマイクですね。何か物を撮影しているときにそれの動作音などを収録するときにはこのモードで使うと良いでしょう。そしてもう一つあるのがステレオのモードです。6箇所マイクがありますけれども、これを左右のマイクを使ってステレオ録音するというようなモードですね。これはヒーローモードで環境音なども広く使いたいときに有効なのではないでしょうか。さあそれではこのヒーローモードでいろいろ撮影してまいりましょう。はい、こちらヒーローモードのマックススーパービュー、一番広い画角ですね。まあ、これが一番 GoPro らしい画角と言っても良いのではないでしょうか。このように自撮りで使うのも良いですし、向こう側のレンズカメラを使ってアクションカムとして使うこともできます。手ぶれなどはいかがですかね。画面で見た分にはね、すごい綺麗にスムーズな絵が撮影できております。はい、こちら前面のレンズを使って普通にアクションカムのような形で使用しております。声は今背面側、僕の声がきちんと入るような形で録音しております。ちょっと走ってみましょう。アクションカム、普通にアクションカムとして使っている感じですね。足場はそんなにいい場所ではございませんけれども、手ぶれ補正などはいかがでしょうか。はい、こちら前面のカメラを使ってマイクも前面のマイクです。僕の声の感じはだいぶ印象が違うのではないでしょうか。こちら側からのマイクの方がしっかり録音できるようなモードでございます。
こちらマイクをステレオに変更しました。ちょっと画面の右手側から喋ってみます。でぐるーっと移動しながら画面の左側に回り込んでみます。これで声はどのように入っているのでしょうか。インカメラに切り替えまして、マイクはステレオでの録音でございます。先ほどのこの背面側、自撮り側のマイクのものと比べると音の入り具合いかがでしょうか。環境音、鳥の声などもだいぶ聞き取りやすくなっているのでしょうか。はい、というわけでいろいろと GoPro Max で撮影してみました。使ってみると VR カメラというよりもやっぱりアクションカメラなんですよね。 GoPro Hero 8にはオプションパーツとしてこう自撮りができるようなモニター後から付けられるものが出てくるという話ですし、いろんなオプションパーツが出てくるんですけれども、そういったもろもろいろいろ購入していくと GoPro Max よりもはるかに高価になっていっちゃうんですよ。であればこれ1台購入した方がそれこそ普通にアクションカムとしても使えるし、インカメラ使って自撮りもできる、しかもマイクは6チャンネルの VR 対応でありながら、そのマイクをヒーローモデルはいろいろ切り替えて使うことができるとなってくると、 Vlog などの撮影にはもうこれ1台で済んじゃうんじゃないかなといった印象でございます。アクションをメインに使うんであればハイスピード、スローモーションなども撮れる Hero 8の方がいいんでしょうけども、このね GoPro Max はね最高で60フレームパーセックなんですよ。なんであんまりこう滑らかな映像には向いてないっていうんですかね、激しいアクションには向いてないっていうんですかね、そういったスローモーションの効果などを使いたい時には Hero 8にはなってしまうと思います。ただねこのヒーローモードで面白かったのが水平維持のオンオフ切り替えができるんですよ。これびっくりですよ。はい、今正面向けて撮ってますよね。カメラをこう傾けてしまっても映像はしっかり水平保ってるんですよ。これびっくりですよね。これは全方位撮れる360度カメラならではですよね。カメラが傾いてもその傾いた分だけ映像も傾けちゃってるってことですよね。水平維持にしたままだとクレーンショット、こういうクレーンショットなんかもできちゃうんですよ。どうでしょう、このモードねすごい使っててびっくりしましたね。こんなに滑らかに綺麗にビタッと止まるもんかと。ちょっと一点だけ残念に感じた点、この360度モードの時のこの液晶画面、360度なんでこうドラッグしたらこうぐるぐる回して見れるのかなと思いきや、モードの切り替えになっちゃったりするんですよね。なのでねこの画面上では360度ぐるぐる回して確認することはできません。スマートフォンと Wi-Fi で接続しまして、スマホの画面上でぐるぐる回して確認する、そのような使い方になりますね。ここでぐるぐる回せたらすごい使い勝手は良かったとは思うんですけども、まあスマホで接続して使えるからそこはいいかなっていう感じはしますね。ということで、アクションカメラとして使うにもいいし Vlog カメラとして使うにもいいと、そのような使い方される方にはこの GoPro Max おすすめでございます。